3時半過ぎてます。今日はがっつり寝て昼前の干潮ぐらいしか海できやんので、まあ11時ぐらいをめどに行ったんですけど、そしたらまあ小波ながらもまああんまり入らんでもええような感じだったんですけど、人がいなかったんでちょっとあの1時間ぐらいやりましたけど、立てるだけぐらいの感じですけど、ちょっと来週月曜日からちょっと波が上がりそうなんで、まあちょっと練習と思ってやってました。で、まあ土日祝日買い物にも行きたくないので、なんかこう晩酌のあてと、あとは昼何か作るのにちょっといろいろ考えながら、皆さんの教えていただいたレシピを見ながら買い物をしてですね、お店から出てからしばらく走ってから、あ、せやせやせやってたらこ忘れとったって、もうね、もう帰って、でそれからまた買い物して、で一回家帰ってですね、さあ料理しようと思ってこう準備して並べとったらですね、みりんが使い切っててない、買い物行くからないもんあったら教えといて言ってたのに、ばあちゃん使い切っててですねほんでまた3回目同じスーパーに行ったっていうことで、ちょっとあのなんか同じ人が何回も来とるからって怪しまれてないかなとか思いながら、ちょっと疲れました。で今から3時半で、今からちょっと一品作ります。疲れました。ということで、きょうきょうさんに教えていただいたきゅうりの豚バラ肉巻き作っていこうと思います。教えていただいてありがとうございました。では早速作っていきます。はい、ということで材料、まずきゅうりと豚バラ肉、砂糖、醤油、酒、みりん、豆板醤、小麦粉、これで作っていきます。さてさて、まずきゅうりを棒状に縦に切る、皮剥ぐんかな。さて2つでも3つでもいいと思うんですけど、まあ、あんまり多すぎたらこれでも結構何個かに分けて巻いたりしたらいっぱいになりますもんね。まあ、2つぐらいでよしにしましょうか。棒状に縦に切る、皮剥くんかな。まあそもそもきゅうりって皮も食べれますもんね。棒状ってこの長いこの棒じゃないですよね、多分豚バラで巻いていくから、これ半分とかでいいですよね多分。で、これで棒状に縦に切ったらいいんじゃないですかね、こう。そうそう、こんな感じで。よし、OK。で、豚バラ肉を巻いていくやったっけ。豚バラ肉を巻きつけます。ほうほうほう、なるほど。これ豚バラ肉、はい、四万と米豚、まあいらない部分は残ったら使うんで。うん、これでキュウリ何本ぐらいをやるのか分かんないですけど、とりあえずこの切ったやつ2本ぐらい巻いてますけど、これでいいのかどうか分かんないです。なんかだんだん最後の方になってきたら巻き方が雑になってくるという、まあ、とりあえず巻きました。うわ、手べちゃべちゃ、いや、うわ、油油、ギトギト。なんか朝から起きてて暑い日に夕方ぐらいに額触った時みたいな、ベタベタほんでタレを作ります。タレ、ボウル、あ、そうか、ボウル使うてんねや。俺昨日のサラダ入れてるボウルの代わりに、あれ、またこれでもタレ作りましょうか。うん、こんな感じでございます。砂糖大さじ1、きび砂糖かな、これ。砂糖大さじ1、2、醤油大さじ2。はい、醤油、我が家はだしつゆ、そうめん、そば、うどんはもちろんのこと、煮物料理、丼物、天つゆなどあらゆる和風料理に簡単にご使用いただきます。大さじ1、2。うん、よっしゃ。あ、ええ香り、もうすでにこの醤油出しただけでもええ匂いしてるもん。だしつゆやばし。ほんで酒大さじ1。はい、酒は元禄美人、これ使います。みりん大さじ1。
高菜本みりん 100% 国内醸造、いつも使ってるみりんが味の母がなかったんで、お酒の力でもっと美味しく生臭みを消す、味の染み込みを良くする、煮崩れを防ぐということで、高菜本みりん、みりん大さじ1やったっけ、ほんでみりん大さじ1、よし、はい、開けます。みりんを大さじ1、よいしょ、よし、ほんで豆板醤お好み、はい、豆板醤、化学調味料無添加豆板醤、豆板醤入れます。ちょっと僕辛いの好きなんで、ちょっと多めに、よし、混ぜ混ぜ、これ置いておきましょう。んで、よし、さあちょっとコーヒー作ろうかな。さあコーヒー、コーヒー、はい、一応今日サーフィンしたんで1時間ぐらい、コーヒーサブスクリプション、アフターサーフ、よし、コーヒー作る、はい、ほんで小麦粉をまぶしてフライパンで焼くと、これに小麦粉入れてボウルに入れて使おうかな。はい、フラワー、小麦粉、どれぐらいかわかんないですけど適当に、でフライパンで焼くんですけど、まあまあまずこれつけていきましょうか。小麦粉入れすぎたな、いらんかった、こんなに。だいたいどれぐらいいるのかって分量がなんか分かりづらいで難しい。はい、これで焼いていきます。はい、ということで火をつけます。よいしょ、おー、すごい簡単やな。小麦粉ってこれつけすぎ、そんなことない、大丈夫。あ、これ結構いっぱい焼かれへんな、これ。うわぁ、ちょっと一つ余ったぞ、どうしよう、なんとか入らんかな、これ。すごい、無理くり入った、こんな感じ。さあ、その間にちょっとある一品も用意してください。ほんで、これで焼き色がついた豚バラに、焼き色がついたタレを回し入れて、汁気が、とろみがついた出来上がり、いいですね。あれ、これさっき作ってたけど、なんで、止まった、なんでコース、粉、これできたでしょ、あ、なんでできなかった、蓋するんかな、蓋するしない、しなくていいの、わからん、もうこれ包丁使わんから片付けとくか。まだやな、最近昼寝3時間とかしてたんで、久々ですね、昼寝してないの。まだやね、いいっすね、もうできてる。ちょっと今紹介しようかな、この海鮮ぶっかけ大量かつお飯ですって。これあの「ラビット!」やったと思うんですけど、番組でチャン河合さんやったかな、がいくつかおすすめのふりかけがなんかある中で1位になったんで買ってきました。温かいご飯にふりかけて、混ぜご飯をおにぎりにして、冷ややっこ、湯豆腐にぶっかけて、和風パスタ、和風サラダに、そうめん、うどん、そばの具に、浅漬けを浸しにあえて、焼きそば、お好み焼きの具材に、調味料もお好みで、ということで愛里コーチさんの大量かつお飯です。はい、焼けた？まだ？
焼けてきたかな。焼き色がついたら、焼き色やからちょっと焦げるぐらいにしっかり焼いた方がいいかな。はい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 、はい、コーヒーアフターサーブ。うん、程よい苦味とクリアな感じで美味しい。あー、いいっすね。もうええんちゃいます。よし、これ焼き色ついてきたと思います。タレを回し入れていきます。はい、じゃあ入れていきます。回し入れる回し入れる回し入れる。はい、でこれこんな感じです。さあ、鶏皿を用意して、どれにとろうかな。この皿なんか結構好きなんですよ。これにとろう、いる分だけ。あ、とろみついてきたぞ、確かに。ちょっと色を、ひっくり返して全体に、いいんじゃないかな。はい、いい感じでできましたね。火止めましょう。止めます。では盛り付け。はい、キョウキョウさんありがとうございます。ピリ辛豚バラ肉巻きできました、ありがとうございます。では食べましょう。ご飯よそって昼ご飯がもう4時、4時回ってます。よし、じゃあこのご飯にですね、せっかくなんでこの大量かつお飯、これをふりかけていきましょう。ふりかける。あ、めっちゃ美味しそう。いいですね。めっちゃ美味しそうですよね。これいいですね。はい、今日の昼ご飯です。大量かつお飯をふりかけたのと、吉野のコキュウリの味噌漬け、はい、それときょうきょうさんの豚バラピリ辛きゅうり巻きいただきます。ふりかけがまず気になるんで、このあったかいうちに食べてみましょう。はい、かつお節のうまみとこの昆布の味わいがしっかり出てきて、これ美味しいですね。確かにご飯が何杯でも進みそう。うん、美味しい。で、このきょうきょうさんに教えていただいたきゅうりの豚バラ巻きピリ辛炒め、さあ食べてみます。ピリ辛で美味しいですね、これ。うん、これ簡単にできて味もいいですね。美味しい、すごい。いや、これ焼けてるかな、きゅうり。さて、このきゅうり、このきゅうりの味噌漬け、これがですね、うん、これがまためちゃめちゃ味がいい。で、ご飯が進む。これちょっと再度もう一回食べます。自分の中でフライパンで炒めて美味しいびっくり野菜っていうのがトマトときゅうりなんですけど、きゅうりも火を入れてることでこれ何とも言えない旨味があるのと、それに豚バラの肉の味わい、このタレの絶妙な辛さ加減がご飯が進みますね。このしっかりちょっとこの大量かつお飯をちょっと一品足らんかったら缶詰も一緒に食べます。うん、美味しい。この漬物がなんと美味しいですよね。美味しい。焼けてるよね、焼けてるよね。うん、うん、美味しい。ということで、今日はきょうきょうさんに教えていただいたきゅうりの豚肉ピリ辛巻きかな、なんか毎回言うために名前変わってるかもしれないですけど、うん、これ簡単にできて美味しいです。おすすめです。で、奈良のあの
ご当地グルメの漬物と大量かつお飯ふりかけかけてっていうので豪華な昼ご飯でした。昼ご飯ですけどもう4時半参りましたけど、ということで美味しくいただきました。ちょっとまた作ってみてどうやったとか感想とか教えてもらえたら嬉しいです。ということでですね、引き続き我が家秘伝のレシピや簡単にできるお酒のおつまみ、巷で流行ってて試してほしいこと等々ありましたら作っていきますのでまた教えてください。ありがとうございました。はい、では失礼します。アディオス、カシオス、バルス。